野生動物の世界で歯を失うとそれは死を意味するんです。レッツ大口博歯歯科クリニック。当番組では歯や健康に関する解説やトピックスをお伝えするだけではなくて、皆様のご意見やお悩みをお聞かせいただきまして、番組に取り上げたりお答えすることをいたしております。ぜひともコメント欄にご記入ください。皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。このチャンネルは皆様にとって有益な歯科に関する情報をお伝えすることを目的に制作しています。冒頭びっくりしたかもしれませんが、歯は生命維持に欠かせない素子なんです。動物園で飼育されている猿でも、牙を失ったボツザルは自らその座を譲るそうですよ。それぐらい歯は大切ということなんです。私も孫にですね、歯が一番大切なんだよと、次に勉強だよっていうふうに言ってますね。勉強よりも歯の方が大切なんです。まあ歯科医の仕事からそういうふうに思うかもしれませんが、現実に長い間人生を過ごしているとそういう結論になるんです。今回ですよ、歯が抜けてもそのまま放置で構わないという知識に欠ける責任のないコメントが目に留まりましたので、それについて解説したいと思いますね。ネットで気になったのはこのような書き込みなんです。歯が抜けて歯科医にブリッジかインプラントを勧められたけど、そのまま十数年経ったが何も影響はないよという書き込みだったんですよね。抜けたままで困るようなものを神様が作るわけがない、だから抜けても大丈夫、抜けたままにしていれば隣の歯が寄ってきて隙間が自然に埋まるから大丈夫。どれもこれも残念な意見なんです。抜けたまま放置するとどんな問題が発生するかといえば、噛み合わせの力が低下するんです。そして顎関節症の原因にもなるんです。抜けた歯の横の歯が、これはしっかり並んでくるんではなくて倒れてずれてくるんです。顎関節に負担がかかったりするわけなんですよね。人によっては歯が内側に倒れ込んで舌と干渉して口内炎までできやすくなる場合もあるんです。あるいは舌干もできる可能性もあるんです。今まで噛んでいた歯がですよ、歯がないところに降りてくるんです。つまり下の歯で言えば上の歯が下へ降りてくるんです。歯周病を誘発したり、硬いものが食べられなくなったりとか、数えればきりがないほどの悪影響が発生するんです。そして最も厄介なことがですよ、歯の問題だけではなくてですよ、全身の病気の原因にもなるわけなんです。噛み合わせの力が低下しますと脳への血流が悪くなることは以前にも解説いたしましたね。それは認知機能の低下となって認知症を誘発する可能性もあるんです。また知らず知らずのうちに筋肉の力が低下してしまうんです。抜けたまま放置している人と、なんとなく歩くことが億劫になったとか距離が短くなったなぁと感じたならばですよ、歯科を訪ねてみてください。ブリッジでも入れ歯でもいいのですので、とりあえず噛む機能を回復させて様子を見てくださいね。劇的に変わるはずです。無知ゆえの書き込みもあった、
抜けたままで困るようなものを神が作るはずがない、だから抜けても大丈夫とありましたが、神は無駄なものを作るはずがないので抜けた歯をそのまま放置すればですよ、身体のバランスが崩れて何かしらの問題が発生すると思いますよね。ネットに書き込むことは自由なんですが、無責任な書き込みを信じて抜けたままに放置する人も出てくるということに警鐘を鳴らすためにこの動画を制作いたしました。気楽に情報を集めることができる便利な世界になりましたが、間違った情報、自分に都合の良い情報だけを信じてしまう傾向も見受けられるようになってきたんです。例えばですよ、インプラントについても歯周病と同じような症状になるので、つまりインプラントも病気になるのでインプラントは良くないという短絡的な書き込みもよく目にするんです。歯周病というのはですよ、インプラントに限らず親からもらった天然歯にも発生するわけですので、ブリーチにしても入れ歯にしても、まあそれよりもインプラントよりもですよ、残った歯が歯周病になりやすいという傾向にあるんです。いずれにしてもそれらを予防するためには口の中を清潔にし、歯に食べかすと言われる歯垢を取り除くというケアをしたり、そういうケアを受けたりすることが大切なんです。今回の話はここまでです。次回も歯科に関する情報をお届けします。チャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をよろしくお願いいたします。次回も木曜午前9時にお会いしましょう。そして2022年1月からは皆様に安心してインプラント治療を受けていただくことと、高度な技術を有したインプラント医を育成することを目的とした OIA 大口インプラントアソシエイツを設立いたしました。インプラント治療をお考えの方は OIA のホームページからお近くの歯科医院を探してください。 OIA に所属している歯科医師は APEX メディカで主催している私の講演を受講していただきまして、技術を習得され、またマンツーマンで指導を受けていただきまして、随時皆さんが安心してできる優秀な歯科医を厳選して掲載していくつもりです。 OIA は営利目的の企業は運営するのではなくて、大口歯科クリニックの運営母体である医療法人が運営しています。医療法人は公益性を求められているために営利至上主義ではありませんので、安心してお任せください。概要欄からジャンプしていただくか、動画の最後に表示される OIA マークをクリックしてご確認くださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。